はい、皆さんこんにちは。今日はですね、なんでも屋さんに来ました。で、なんか私とはるくん一個ずつ好きなもの買っていいって言われたんで、何があるのかちょっと見に行ってみたいと思います。じゃあ行こう。いいわ。それしない。業務用冷蔵庫24万5000円。閉めよう。これもっと高い28万。あら、クーラーボックス。なんかこっちもすごい。あ、すごい、肉まんとかあんまのヒーターがある。48000円。じゃあ向こう上上がろうよ。すげえ、この寸胴見て。これでなんか作れる。はるくん、お風呂があるよ。お風呂ギュシャー。みゆちゃんが入る。うん。いや、これ大判焼きっていうか、あれじゃん、なんか焼くやつがある。リング焼き。リング焼きかな。大判焼きかな、これリング焼きかな。まあいいや。すげえ、ピアノがある。これ買うの？はいはい。何日間おはるくん？このはるくん、この頭すごいよ。すごくない？その頭だよ。あ、やばい。キーもあったな。この音もすごい。じゃろ、はるくんそれで。いい。これに。はるくん何した？はるくんこれにした。でかいじゃん。選びました。会計。あつ。はい、今日は何でも屋さんにはるくんと家に行ってきました。で、とにかくすごかったですね。すごかった。暑かった。ってことですね。めっちゃ暑かったです。もう本当、物の密集がすごかったですね。で、意外と子供用のおもちゃとかがあんまりなくて、なんか、おー、みたいな感じでしたかね。まあ、ということで、私とはるくんが買ってきたものを見ていきたいと思います。じゃあ、私はね、じゃじゃん。シュレッダー。はい、じゃあちょっと開けてみたいと思います。値段は1000円。お、新品かな。あ、新品みたいですね。外見ちょっと汚れてますけど、中は綺麗なのかな。はい、こんな感じですね。じゃあこのチラシをシュレーターにかけてみたいと思います。スターのチラシです。おお。おお、スペシャル。おお、すごい。はい、切り刻みました。
はい、じゃあ次ははるくんの買ってきたものを紹介してみたいと思います。じゃあこれはるくんどうぞ。おっと、あールーレット。はい、はるくんのはルーレットですね。多分壊れてるんですけど、ちょっとで値段は1000円ですね。うん、でかいや。はい、でちょっとね、ここが壊れてます。本当だったらなんかビニールみたいにペラペラしたのがないとこれいけないんですけど、ついてないので多分ここは壊れてるんだと思います。はい、ということで今日ははるくんと一緒になんでも屋さんで好きなものを1個ずつ買ってみました。個性が出ますね。ということで皆さんもリサイクルショップに行ってみてはどうでしょうか。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。ああ。